三重県には伊勢神宮があります。そのためか、お伊勢参りが出てくる民話や昔話が多くあります。今回はそんなお話の一つをしてみようと思います。お話を読んだ後、気になったことを調べたり、考えてみたり、一人読みしてみました。長くなってしまうので、その分は ベッドの動画で話そうと思います。では、三重県伊賀地方に伝わる生き物三匹旅のお話です。伊賀からお伊勢さんへの旅の話ですから、初世界道から伊勢街道を経て、お伊勢さんに向かったお話だと思われます。鯉と猿と馬の伊勢参り、 昔山の中に猿と鯉が暮らしておったんやって。ある時鯉が猿に言うたんや。一度でええから伊勢参りしたいと思っとるんやけどな。と、それを聞いて猿はわしも暇で退屈しおったとこや。そんなら今から一緒に参らへんかと言うたんや。それですぐに伊勢参りに行くことになったんや。 で、鯉は川の中を下流に向かい泳いで。猿は川に沿って木から木へと飛び移りながら山を下っていった。山を下りると広い野原が広がっていた。そしたら猿が心細い鯉に向かって言うたんや。わし、山の中は平気やけど、 平地を歩くのはどうもあかんのやわ、と。恋は、そいつは困ったな。せっかくここまで来たのに、どうもならんやろか。と、無念そうに答えた。すると、たまたまそこへ通りかかった馬が、どうしたんや寂しそうな会話が聞こえてきたけども。と、尋ねた。 そこで、恋が、実はこうこうこういうわけなんや、と今までの行きさつを話したんや。それを聞いた馬は、ほー、伊勢参りとは関心やな。そんなことなら猿さん、わしのせんにのんなされ。わしもいっぺん伊勢参りしようと思うとったところやから、一緒に行かせてもらおうやないか、と。 こうして三匹で伊勢参りに行くこととなった。猿を背中に乗せた馬が道を歩き、鯉は相変わらず川の中を泳ぎながら旅を続けた。しばらく行くと広い海が見えてきた。すると今度は鯉が心細そうに言い始めた。 この川はもうすぐ海に流れ込んでしまう。わし、海の水は苦手じゃ。塩辛いし、目へも糸を鳴るし、とても泳げへん。わしはもうあかんわ。と、そこで鯉と猿と馬は相談を始めた。一頭最初に言い出したのは猿やった。 わし思うたんやけど、わしがどっかから手桶を見つけてくるわ。小井さんにその中に入ってもらって運べばええ。と、それを聞いた馬は、水の入った手桶は重いで。その桶誰が持つんや。わしゃこの通り四本足やから手桶なんぞよう持てへんわ。なに、そんくらいわしが持ってやるわ。 と、猿が心よく引き受けたんや。それで、馬も鯉も大喜びした。すんませんな、猿さん。お世話になりますわ。と、鯉が言うと、馬も、なんて気のいい猿さんじゃ、見直したで。どしきりに感心した。なんのなんの、そんなら皆さん参りましょうか。 猿はそう言うと、鯉の入った手桶を持って、ひょいっと馬の背にまたがった。こうして三匹は伊勢を目指して歩いて行った。そやけどなんか変やないよう考えてみりゃ、猿はただ手桶を持ってるだけやん。重さはみんな一番下の馬にかかっとるわけやな。 一番偉い,い目に置うたんは馬ってことや。で、鯉は桶の側板に囲まれて外は見えへんし。狭いところで揺られるもんやから、だんだん息が苦しゅうなるし。やのに、猿だけは、馬の背に座ってるだけで斜めはええし。街道の珍しいものを見つけちゃ、それ今度は右じゃ。今度は左じゃ。 「と馬に指図し,していい気分で旅をためをしめたんや」「それでも3匹は仲良く旅を続けて無事伊勢参りを済ませたんやっておしまい」